ックでしたが、さあここはどうなるか。アビスパ福岡2本目、キッカー今度は今度です。ここはシンプルに放り込んで、ヘディング飛び込んだぞ、ヘディング。いやもう完璧ですね、ボールも完璧に良かったですし、ザヒリの高さもね。さあまた福岡だ、今野、目まぐるしい展開、亀川のボールが入る、待ち構えてウェリントン、亀川、いやー松田さん、待ち構えていたウェリントンに亀川のクロス、もうここで待ってるよというのがもう明らかに見えてますし、はい、もうブロールが完璧すぎたので、もう中見由紀から、さあここは塩貝、折り返す、さらに、あー、宮市だ、押し込んだか、押し込んだ、1点返した。いやこれちょっとね、滑ってちょっとクリアできなかったところから、まあ、塩貝の突破ですね、まあ、いいクロスでしたし、この折り返しをしっかりと中で詰める、人数かけられるっていうところが、はい、引きつけて藤原、コミワンタッチ、ワンツー、コミが行く、コミが行く、クロスで谷口だ、まあ、こうワンタッチがね2つ入ったのが良かったですし、まあ、コミ選手もねファーサイドのよくね、大橋生かして松本が入った、起点になって新井のクロス、ピエロセリング、まあ、クロスが非常に質が高かったですね。まあとかね、どっちが松木玖生落としたところで原川右足のクロス入った、このボールがちょっとディエゴ・リベイラのパスが少しずれたんですけど、ここからですよね、これワンタッチで入れたことっていうのがね。さあ立ちがつく、二人がかりでいく、北山、そして山田慎吾のハグが空いていた、まあ、ここ山田慎吾、もう半分は山田慎吾ゴールって言っていいんじゃないですかね。やっぱり背後抜き出して1対2の状況ですよ、今後でもしっかりあのボールを、まあ、逆に言ったらその2点目がこう取られる前にもう湘南も十分チャンスありますから、はい、さあ東北シュート、田中さとしのミドル炸裂、ここがこのゴールをこじ開けたっていうシュートですね、うん、まあ、ラインが下がって鈴木優と池田が高い位置取って、本当これプレッシャーがねちょっと弱っ、鈴木立ワンタッチ、いや素晴らしいですね、右に広げたブルーノジョセ、折り返し中央ジャビン、そして当たった、ゴール、ね、先にブルーノ選手が走り出す、そこに上原選手が入ってるじゃないですか、このできたギャップにうまく3列目が入り込むとすごくスペースできるんですよね。それに対していいクロスでしたね、このクロスに対して高さ自慢が中で待っています、宮城のクロス、ニアサイドヘッドだ、フェインショットーゴールですね。いやーマークは疲れてたんですけどね、反応も早かったですし、この混戦からうまく、あ、抜いてきた、ボックスに入る、自分でってシュートだー、素晴らしいですね、これはすごいですね、まあ、本来の古川選手のドリブルですね。高校時代リンセンが回収します、ソルバッケンが左ワイド、ワンツー、ソルバッケのクロスボール、リフレクションシュート、八羽選手ですかね、まあ、足を残しながらなんとかこうクリアしようとしたところがファーに流れてしまう、ミサオの左足だ、素晴らしい、いや素晴らしかったですね、これ高さスピードコースともに完璧パーフェクトでしたね。ディフェンスラインの裏、関根クラスが入る、ジエゴ細谷だ、転がってきたので、ね、まあ、そこに対する反応ですよね、はい、非常に早かったですし、クロスが入る、石見だ、川崎翔太、まあ、ここの出足の速さと足を振ることで、まあ、ディフレクションありましたけども、まあ、ここコース変わってねゴールになったって、まあ、素晴らしい、マテウス・サビオ、ジエゴ、マテウス・サビオから内に入って、これジエゴ選手とのパス交換から、
まあ、この時間でアディショナルタイムで早いタイミングで入れてきました奥田です。ルーカス・フェルナンデス、ここはワンタッチで入れた。うわ、オウンゴールになってしまいました。コスからすると不運でした。ただセレッソからするとね、いい攻撃ができたので、はい、得点に結びついたと思います。あそこその前に上塩とちょっと駆け引き